ご来場の皆様にご案内申し上げます。まもなくこちら、ジャトクブースにてプレゼンテーションを始めてまいります。どうぞ皆様、ステージ前へお集まりください。2017ジャドコブースにお集まりいただき誠にありがとうございます。こちらのステージでは私たちジャドコが制作しているオートマチックトランスミッション CVT やステップ AT とその将来の可能性についてご紹介させていただきます。走るためにはエンジンのパワーをタイヤに伝える手段が必要です。車を加速したり減速したりするときにドライバーのアクセル操作を瞬時に走りに反映する、これがトランスミッションの役割です。このためトランスミッションの性能は車の運転性能や燃費性能に大きく影響することになります。日本で多くの車に搭載されているオートマチックトランスミッションには複数のギアとクラッチを使って変速するステップ AT と2組のプーリーとベルトによって無段階に変速する CVT があります。この中でも CVT は日本で販売される車の約6割に搭載されており、有段のステップ AT に比べて無段階でフレキシブルに変速しエンジンの最も効率のいい領域を使って走ることができ、低燃費で高い環境性能を発揮します。また変速による駆動力の途切れがなく、このようにスムーズに走行することができます。ひとたびドライバーがアクセルを操作すれば瞬時に走りに反映、このように CVT は優れた燃費性能だけでなく皆様に運転の楽しさも提供するのです。ジャトコはステップ AT の生産開始から50年、 CVT の生産開始から20年の歴史を持つオートマチックトランスミッションの専門メーカーです。今年累計生産台数は1億台に達しました。 CVT ではグローバルシェアナンバーワンを誇っています。これまでも数々の世界初の技術を送り出し車社会の発展に貢献してまいりました。そして軽自動車から 3.5 リッタークラスの大型車までの CVT ラインナップを取り揃える世界で唯一のオートマチックトランスミッションメーカーとして、より小型で軽量そして低燃費を目指し市場のニーズに応える CVT の技術を磨いてまいります。そんな CVT は未来のモビリティ社会でも活躍が期待されています。今自動車産業は未来に向かって大きく変わろうとしています。コネクテッド、電動化、
自動運転など車や交通インフラが関わる技術革新によって新たなモビリティ社会への変革が始まっています。進化する車のセンシング技術や車同士航空インフラなどがつながるコネクテッド技術によって CVT が変速することで常に最適な変速比を選択し快適な走りを実現する可能性が生まれます。それでは坂道を見てみましょう。このように上り坂でも下り坂でも車の周辺情報や道路状況を判断しながら CVT が変速することでスムーズな走行を実現します。そしてこのように車がカーブに差し掛かると CVT が変速し徐々にスピードを落としていきます。抜ける頃には十分に加速ができるようコントロールしシフトロスのない無動間変速のおかげでステップ AT に比べてスムーズで安定した走りを実現します。今度は前方で渋滞が発生しました。このような状況で減速が必要な場合でも CVT のフレキシブルな変速が貢献します。このように無段階変速で徐々にスピードを落とし安定したスピードまで減速していきます。そして CVT のフレキシブルな変速は自動運転とも相性が良くシフトショックのない滑らかな変速で未来のモビリティ社会でも快適な走行をサポートすることができます。そしてもう一つは電動化です。今車両の電動化に向けた動きが急速に進んでいます。ここにもトランスミッションが貢献できる可能性があると考えられています。モーターや変速機能が組み合わさることで発進加速性能や最高速度など電気自動車の商品性能向上に貢献すると考えられています。そして内燃機関が誕生して100年、多様な変化を遂げてきました。電気自動車もより優れた電気自動車となるために進化していくことでしょう。私たちジャトコはオートマチックトランスミッションの専門メーカーとして技術を生かしながらこれから電気自動車にどのような価値を提供できるのか研究を進めていきます。コネクテッド、電動化、自動運転が作り出す未来のモビリティ社会ではガソリン車や電気自動車などさまざまな車がその特徴を生かして共存します。安全で快適な未来のモビリティ社会実現のために車の進化に合わせてトランスミッションもまた進化していくのです。私たちジャタコは数々の世界初のトランスミッションを生み出してきた技術力でトランスミッションのある未来 CVT のある未来を目指し未来のモビリティ社会をリードしていきます。皆様本日は東京モーターショー2017ジャトコブースにお越しいただきまして誠にありがとうございます。こちらのステージ内ブース内にはジャトコの CVT 初号機から最新のハイブリッド専用 CVT までこちら5台のトランスミッション展示しておりますので皆様ぜひご覧ください。それではこの後もお時間が許します限りジャトコブースにてごゆっくりとお過ごしください。ありがとうございました。